ドンリー・ブラッシングゲームは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、コリンス出身の元プロ野球選手、コーチ、監督。ブレイザーの愛称でも知られ、NPB での登録名は、ドン・ブレイザーが使われた。義理の父であるウォーカー・クーパーもメジャーリーグで活躍した、元プロ野球選手。妻は、元客室乗務員で、ミス・カリフォルニア。1960年に結婚。ブラッシングゲームの名は、 すべて日本プロ野球登録時のブレイザーとする。コリンス高等学校からリプスコム大学を経て、1953年にセントルイスカージナルスへ入団し、1955年9月20日のシカゴカブス戦でメジャー初出場。1956年からレギュラーにいる一種として定着し、1958年にはオールスターゲームに出場するなど、 1950年代末のメジャーリーグを代表する選手として活躍する。ブレイザーが初めて日本プロ野球に触れたのが1959年に大阪スタジアムで行われた南海ホークス大前オリオンズ連合チームとの対戦である。この試合では大前の榎本喜八が放ったセンターへ抜けようかという打球を逆シングルで候補し二塁へ入った。 遊撃手から一塁への華麗な併殺で仕留めた。このあっという間のプレーに、当時前世紀で一塁走者だった南海の広瀬、吉則は、なぜ自分がアウトになったのかわからず、二塁ベース上で呆然とするしかなかった。この試合とブレイザーの練習を観察していた、広岡達郎は、大きな影響を受け、ブレイザーが黙々と守備の基本動作を繰り返している。 様子を見て感化され、体の正面で取る重要さを思い知ったという。1960年には、サンフランシスコジャイアンツ、1961年途中に、シンシナキレッツへ移籍し、同年のナショナルリーグ優勝に貢献。ワールドシリーズにも出場するなど、充実したシーズンを送った。しかし、1963年のシーズン途中に故障で、 戦列を離れると、後にメジャーリーグ歴代最多安打記録保持者となる、ピート・ローズが、聖二類種に定着し、ブレーザーの出場機会は大きく減少した。ワシントン・セネタースへの移籍後は、再度二類種に帰り咲き、1966年に、カンザスシティアスレチックスへ移籍した。1967年、来日し、鶴岡和と監督率いる南海ホークスへ入団した。 何回入団後は、本名のブラッシングゲームが各球場のスコアボードに書ききれないため、愛称のブレーザーを登録名とし、そのまま日本での故障となった。閉鎖通時の素早い足の運びとグラブさばき、正確な送球は健在で、打撃面でも勝負強いバッティングを見せ、攻守にわたって質の高いプレーで格の違いを示し、 1967年、1968年と2年連続でベストナインを受賞した。またブレーザーはバントの技術にも長けており、セーフティバントは三塁線ギリギリに転がすことが多く、切れそうで切れない頃は芸術品とも言えるほどだった。前述のように基本動作を何度も繰り返すことから派手さはないが、技術の確実性は、 非常に高く、さらに補給してから送急までの流れが早いことから、南海の投手陣は、困ったらどんの方向にが合い言葉だった。1969年シーズンを最後に引退し、1970年からは、南海のヘッドコーチに就任した。この年、野村克也が、南海再建を託せるのは君しかいないとオーナーの、川勝伝えから要請され、35歳の若さで、 選手兼任監督となったが、その際に野村が挙げた条件が、ブレイザーのヘッドコーチ就任だった。ヘッドコーチとしては1973年のパリーグ優勝に貢献したが、1977年のシーズン終盤に野村が講師混同を理由に解任されたのに合わせて退任した。野村はブレイザーがヘッドじゃなきゃ、監督は引き受けなかったと語っている。 野村はブレイザーについて考える野球を教えてくれた恩人と著書で記しており、ブレイザーは試合前のミーティングにて、それまで何回の選手が見たことも聞いたこともなかった野球理論や知識を惜しげもなく伝授し、シンキングベースボールの奥深さを教えた。ただ一試合、一試合をこなすのではなく、その試合ごとに、 緻密な野球を組み立てる方法で日本プロ野球界に革命をもたらした。また野村はブレイザーを何度も食事に連れ出しメジャーで生き残る秘訣を聞いた。ある日野村はブレイザーから君が打者の時ヒットエンドランのサインが出たらどうするかと聞かれフライト空振りはダメ。どうにかして打球を転がすと答えたがブレイザーはそれだけか と聞き返し、まだあるぞ。走者がいるということは必ずセカンドかショートが二塁、ベースカバーに入るから、セカンドが入れば、一二塁間、ショートが入ったら三遊間方向に打球を転がすんだ、とさらりと答え、野村は感服した。このことから、野村は、自分のアイデ球アの源流はブレイザーにあると常々語っている。当時、南海の現役選手だった、江本竹則は、 日本流の単純な根性論とは180度異なる野球観。相手の癖や性格を分析し、ゲームの状況に応じて、戦略を臨機応変に切り替えるという、極めて頭脳的なスポーツの世界である。野村監督の試合前の想定問答は、ブレイザー直伝であると記している。南海を対談したブレイザーのもとへは、その野球観を教えてほしいと広島東洋カープの小バ。 タケシ監督からの依頼があり、1978年に広島の一軍守備兼ヘッドコーチに就任した。大阪へ家族を残したまま単身赴任でチームを指導し、小場はブレーザーの野球を見て本当に勉強になったと述べた。1979年には阪神タイガースの一軍監督に就任し、1976年に南海からトレード移籍していた江本と再会した。 江本は前年オフに選手会長に就任したが、前年の阪神は球団史上初の再開に終わっており、オズ・ショ郎ジロー球団社長からブレイザーの監督就任を聞き、グッドチョイス。ブレイザーならチームも変わると確信めいたものがあったと歓迎した。ブレイザーには南海時代からの考える野球イコールシンキングベースボールを取り入れた采配が期待され、 就任1年目の同年は4位に終わったものの、最下位に終わった前年に比べれば持ち直し、失速することの多かった夏場のロード明けまで、主位争いにも加わるほどの躍進だった。この年の阪神は、ブレイザー自身が観光した開幕前の、クラウンライターライオンズとの、いわゆる、正規のトレードや、江川事件によって読売ジャイアンツから小林修を、 獲得しての戦力アップも要因の一つだが、ブレーザーの手腕による面も大きかった。当時、遊撃手だったマユミには、つま先は常にホーム方向へと指示し、守備位置や自身の動きで投手の球種を相手打者に悟らせない、考える守備を提唱した。しかし、1980年に後に、阪神で主力選手へ成長する大型ルーキー。 岡田明信が入団すると、起用法をめぐって、フロントと対立する。岡田は、ブレイザーとの初対面で、通訳兼任コーチの市原実を介して、岡田はまだ新人。いくら力のあるルーキーでも、メジャーでは、最初からいきなり試合で起用することはないと告げられたことに、そんなの関係ないやろと反骨心が芽生えたと、記している。当時の阪神版記者の回想録によると、 ブレイザーは、端から岡田を起用する気はなく、1979年オフは、カナダドロントのウィンターミーティング等で即戦力二類種を探し回っていたという。メジャーリーグで顔の広くないブレイザーは、目星の二類種を見つけることができず、仕方なく獲得したのがヤクルトを解雇されたデーブ・ヒルトンだった。結局、ブレイザーは岡田を起用しなかったことで、新聞やマスコミ、 ファンから批判を浴び、試合中には、観客から、岡田を使えコールが大きくなった。さらにヤクルトから獲得したヒルトンを打撃不振で、あるにもかかわらず守備面を評価して起用し続けたことも、それに拍車をかけた。ブレーザーから見れば、前述のメジャーでの起用法やヒルトンの守備評価に加え、当時阪神の二類手には、名手の坂木原義行がおり、これなら一軍で、 ずっと活躍できると確信を持てるまで、岡田を安易には使わないと宣言していた。その結果、ブレイザーの自宅には悪質なファンによって、カミソリ入りの手紙が届けられ、ブレイザーの妻が、こんな野蛮な国は嫌だと帰国を懇願したことや、阪神フロントがヒルトンを成績不振により、退団させた後に、ブルース・ボークレアを獲得したことを、フロントの現場への介入と判断したこともあり、 シーズン途中の同年5月14日で監督を退任した。ブレイザーは江本に対し、これだけ岡田を育てようとしているのに分かってくれない。小津社長も岡田を使えとプレッシャーをかけてくる。だがそれは私の信念に反する。できないことだと述べるなど、最後まで主張を通そうとした。ブレイザーの後任には、一軍ヘッド剣打撃コーチだった中西太志が就任したが、 昨年より順位を落として5位に終わる。選手会長の江本は、以前から中西とは確執があり、翌1981年の、いわゆるベンチがアホ発言問題を契機に現役を引退した。広島でブレーザーをヘッドコーチに起用した小馬監督は、ブレーザーの自分の野球以外耳を貸さなかった性格ゆえに、この対談劇を予見していたという。阪神対談後も、 複数の球団から勧誘され、古巣、南海の監督に就任した。一年目の1981年は、ルーキーの山内隆のり、山内和弘に投手が加わり、ベテランの山内真一で、鳥尾座三内が誕生。三人が先発の柱になり、藤田学も復活した。打線も好調で、角田博光、事務大論、荒井博正、藤原光が3割、 角田が月間16本塁打を樹立し、初の本塁王も獲得したが、前期5位、後期6位と低迷した。首脳陣と選手たちとの内紛が絶えなかったと言われた。1982年は、鳥尾座三内が揃って2桁勝利を挙げ、近所をはじめたいが21セーと、投手陣が整備されたが、最多打点が、タイロン、佐田岡里志明の48で、 主砲の角田が故障で離脱するなど打線が沈黙し、順位は年間再開に終わった。ブレイザーの持病である心臓病に、痛風も加わるなど健康上の問題や、補強などへの資金注入に、全般的に消極的になった球団の経営姿勢も、あり、監督を退任し帰国した。帰国後は、南海の中米スカウトを経て、セントルイスカージナルス及びフィラデルフィアフィリーズでコーチを、 務とめ、その後フィリーズではアドバイザーに就任した。息子のケントは、日本球界の情報に、詳しく、しばしば得た情報を父に伝えていたが、岡田が2004年に、阪神の監督に就任したことは伝えなかったという。2005年4月13日、アリゾナ州にて死去、万73歳没。ケントは、その後、コロラドロッキーズの艦隊併用スカウトを経て、 2010年5月22日からは南海の後ろ身である福岡ソフトバンクホークスの中米スカウトに就任したドンブレイザーに関するカテゴリーありがとうございます。